なあ、お前ら、首あり地蔵、って知ってるか？数年前の話になる。僕らは当時大学3年生だった。季節は夏。大学の食堂で3人、昼飯を食べていた時だ。怪談好きな K が、雑談のふとした合間に話し出したのが、そもそもの始まりだった。首あり地蔵ってお前、そりゃ普通のお地蔵様だろ。僕の隣に座って味噌汁を飲んでいた S が、馬鹿にしたように言う。K と S と僕。K はカレーの大盛りで、S は鮭定食で、僕は醤油ラーメン。いつものメニュー、いつものメンバーだった。でも確かに、首なし地蔵だったならば、はっきりとは思い出せないが、何かの怪談話で聞いたことがあるかもしれない。話のネタにもなるだろう。しかし、K は、首あり地蔵、と言ったのだ。S の言う通り、それは首のある普通のお地蔵様だ。ちげえんだよ。あのな、その地蔵の周りには、もう5体、地蔵があってな。首あり地蔵、の一体以外は、全部頭がねえんだってよ。なるほど。だから、首あり地蔵か。僕はその様子を想像してみた。6体の地蔵のうち、一体だけにしか首がない。ねえ、なんでそうなってんの？それがな、その一体だけ首のある地蔵が、他の地蔵の首をちょんぱしたっつう話なんだよ、これが。そう言って K は舌を出し、スプーンで自分の首をかっきる仕草をした。でも、そんなことして、地蔵に何の得があるんだよ。さあ、知らねえよ。お供えもん、独り占めしたかったとかじゃね。K がそう答えると、S が、ごほっごほっ、と咳をした。それからポケットティッシュを取り出し口元を拭うと。バカ野郎。喉に使えたじゃねえか。なんだよ、俺のせいかよ。不満げな K に。お前のせいだよ。と、S が言う。僕はというと、その地蔵に少し興味を抱き始めていた。で、K さ。その首あり地蔵については、他になんかないの？ああ、あるぞ。なんてったって、首あり地蔵は人を襲う。その瞬間、再び S が咳込んだ。夜な夜な動き出してさ、人の首を刈り取ってくるらしいぜ。いらん首ないか、いらん首ないか、ってブツブツ言いながら、寺の周りを徘徊してんだとよ。もうやめてくれ、今の俺は呼吸困難だ。S は咳込んだせいか涙目になっていた。なんだよ S、ロマンがねえな、俺の話が信じられねえのかよ。何がロマンだ、ボケ。K、お前、すぐにでもその地蔵に謝ってこい。それだって。と、K が大声を出したので、僕は驚いた拍子にむせたら、ラーメンの切れ端が鼻から出てきた。久しぶりだ、こんなこと。今日の夜行こうぜ、確かめるんだよ、俺たちで。噂が嘘なら、なんぼでも謝ってやるからよ。と、K が言う、S は呆れたように天井を見上げた。また始まった、と思ってるんだろう。K はそういうスポットに行くことを好む、いわゆる、肝試し好きなのだ。今までだって、K が発案し、僕が賛成し、S が引っ張られる形で、そういういわくつき日の場所に足を運んだことが、何度もある。じゃあ、今日の夜は、首あり地蔵で肝試しってことで、決まりな。K が強引に話を進める。S が救いを求めるように僕の方を見た。僕はラーメンをすすりながら、S に向けてにんまり笑ってみせる。S は半笑いのまま、力なくうなだれ、黙って首を横に振った。というか、その地蔵、近くにあるのかよ。おう、〇〇寺ってとこ。その名前を聞いたとき、うなだれていた S の首が少し上がり、眉毛がピクリと動いた。そうしてから、隣にいた僕くらいにしか聞こえないほどの声で。そうか。〇〇寺か。とつぶやいた。僕は一体なんだろうと思ったのだが。あいにくその時は、口の中いっぱいにラーメンが詰まっていたので、それを聞くことはできなかった。
その後は聞くタイミングをつかめぬまま、あれよあれよという間に具体的な集合場所と時間が決定した。こういう時の、K の手際の良さは凄まじいものがある。ただし、普段はまるで発揮されないのが痛いところだ。こうして僕らはその日、〇〇寺の首あり地蔵の元へと足を運ぶことになったのだ。夜中、僕らはそれぞれ個別に、〇〇寺がある山の麓で集合ということになっていた。〇〇寺は、僕らが住む町を一望できる小高い山のてっぺんに、展望台と隣接する形で立っている。寺までは、数百段の石段が続いており、僕は知らなかったのだが、目的の地蔵はその道中にあるそうだ。集合時間は11時。時間を守ってきたのは、僕だけだった。15分待って、バイトで遅れたという K と、寝坊したという S がほぼ同時にやってきた。熱帯夜だという蒸し暑い夏の夜、僕ら3人は懐中電灯を片手に、汗だくになりながら、地蔵があるという場所に向かった。特に僕は、日頃の運動不足がたたってか、前を行く2人を追いかける形で、ヒーコラヒーコラ言いながら石段を登っていた。山の中腹を少し過ぎた頃だっただろうか。おい、早く来いよ。あったぞ。という K の声が、だいぶ上から響いてきた。僕が二人に追いつくと、そこは石段の脇が休憩のためのちょっとした広場になっており、地蔵はその広場の端に6体、横一列に並んでいた。僕は乱れた息を整えてから、地蔵をライトで照らす。確かに、僕の腰よりちょっと背の低い地蔵たちは、右から2番目の1体を除いて、残りは全部、首がない。これで一つはっきりしたな。少なくともこの地蔵は、夜な夜な徘徊はしていない。S が K に向けて、からかい半分の口調で言う。ごめんちゃい。くたばれ。漫才コンビは今日も冴えている。っていうか、なんだなんだ。つまんねえな。夜は地蔵さん、鎌でも持ってんのかと思って期待してたのによ。そりゃどこの死神だ、と思わず僕も突っ込みそうになった。でもよ、本当に他の地蔵は、首がねえんだな。何、K。お前ここ、来たことなかったの？今日の話ぶりからして、僕は K がここに何度も来たことがあるものだと思っていた。いんや。噂で聞いてただけ、面白そうだからさ、見に来てえなぁとは思ってたけどよ。ちょっと拍子抜けだなぁ。この地蔵はな、正式には、なで地蔵、つうんだよ。ふと、S がつぶやくように言った。なんだよ。お前この地蔵に詳しいの？ん、ちょっとな。見ろ、この地蔵、頭、テカってるだろ。S が懐中電灯の光で地蔵の頭を照らす。そう言われれば、この地蔵の古ぼけた体に対して、頭だけは比較的小綺麗だった。触ってみりゃ、もっとよくわかるんだけどな。もともと願掛けしながら撫でると、その願いが叶うって言われの地蔵だから、撫でられすぎてそうなったんだ。そうなのかと思った僕は、そっと首あり地蔵のツルツル頭を撫でてみた。なんだか、ボーリングの球を撫でている感じだ。撫で心地は、なかなかいい。今でも知ってる人は知ってるんだけどな。昔はもっと有名だったらしいな、〇〇寺の撫で地蔵って言えばな。けど、そのせいなんだよ。K も僕も、S の話を黙って聞いていた。なんだか昔話を語るような話ぶりは、普段の S とは少しだけ違っているような気がしたのだ。30年くらい前の話らしい。6体全部の首だけが盗まれるって事件があった。綺麗に首だけ取られてたんだってよ。犯人は分かってない。ただの愉快犯か、それとも、撫で地蔵のご利益を、独占したい輩でもいたんだろうな。おいおいおい、ちょっと待てよ。じゃあ、この首は何なんだ？ K が言う。それは僕も思った。当然の疑問だ。職人に頼んで、地蔵の首だけすげ替えたんだとよ。僕は改めて地蔵を見てみた。言われてみれば、
首のあたりに多少のひびがあるようにも見える。頭だけ小綺麗なのも、人々に撫でられるだけが理由じゃないということか。でも、修復したって言っても、首の部分はやっぱり弱くなってたんだろうな。それ以降も、みんなに撫でられ続けた地蔵の首は、一体ずつ取れていったんだ。二度目は、寺の方も治す気が起きなかった。それにしても、まさに身を挺して民衆を救うか、地蔵の本懐だな。そこまで聞いて、僕は少し不思議に思った。S の、この地蔵に関する知識に対してだ。あらかじめ予習してきたにしても、知りすぎてはいないだろうか。隣の鈍い系だって、そう思ってたに違いない。そんな僕らの疑問を察したらしく。S は若干罰が悪そうに頭をかいた。俺が小さい頃はな、まだ二体は残ってたんだよ。首。と、S は言った。実はな、五体目の首もいだのって、俺なんだ。意外な展開といえばそうだったかもしれない。でも、S の語り口からは、そんなに罪の告白だとか、そういった重々しいものは感じられず。ただ単に、昔の失敗談を語っているような、そんな口調だった。昔、家族とこの寺に来た時にな、地蔵の頭撫でたんだよ。願いながら撫でると、その願いが叶うっていう地蔵だろ。俺はひねくれたガキだったから、撫でながら言ったんだ。なんて言ったんだ。K が聞くと、S は肩をすくめて。もげろ。は。もげろ、って叫んだんだ。撫でながら。そしたら、もげた。本当に。S の話によると、ゴリ、と音がして、手前の S の方に地蔵の首が落ちてきたのだそうだ。その時は、まるで地蔵がうなずいたように見えたと、S は言った。まあ、たまたま俺が撫でた時と限界が重なっただけだろうけど。それでもあの時は、本気で驚いた。これがご利益か、とか思ったよ。その後、上の寺から坊さんが来てさ。すげえ怒られたな。と言いながら、S は地蔵の前にしゃがみ込み、その頭に手を置いた。そうして、ゆっくりと地蔵の頭を撫でながら、叫ぶでもなく、つぶやくでもなく、全く自然にその言葉を口にした。こう、もげろ、ってな。ぼり。鈍い音がした。次の瞬間には、地蔵の頭はあるべき場所に収まっていなかった。どさり、と地面に重量のある物体が落ちる音。うわ。とは僕の声。S は、手を前に差し出したままの状態で地蔵を見つめていた。おう、マジでもげやがった。K が簡単の声を上げる。とまあ、こんなこともある。S はあくまで冷静を保っていた。K が落ちた首に近寄って。どうなってんだ。とつついている。僕は、この目の前で起きた現象をどう捉えればいいのか、いまいち判断がつかずにいた。今日という日の夜、S で、撫でられ限界、を突破してしまったのか。それとも、地蔵が S の願いを聞き入れたのか。帰るか。ゆっくりとその場に立ち上がりながら、S が唐突につぶやいた。え、地蔵は、どうすんのさ。どうにもならん。え、ええ。S は本当にこのまま帰るつもりだった。かといって、僕にもどうすることもできない。弁償の剣が頭をよぎるが。触れただけでああだ。風が吹いただけでもげてたよ。と、S がこちらの心理を見透かしたような発言をする。しかし、となれば、このまますごすごと帰る以外の選択肢が僕にはない。帰るか。こうして首あり地蔵は、首なし地蔵になったのだった。めでたし、めでたし。とは、いかなかった。僕と S が戻ろうとしたとき、K だけはまだ、地蔵の首のところにいた。僕らはそれに気づかず、先に帰ろうとしていたのだが。いらん首、ないか?声が聞こえた。振り向くと、K が先ほど落ちた地蔵の首を両手に抱えて、無表情で立っていた。え、何?
僕が聞き返すと、K はまた言った。いらん首、ないかえ。その時の K の様子を、どう表現すればいいのか。そんなハイレベルな冗談を言える K ではないし、それにいつもの K でないことだけは分かった。あったら、もらうぞ。え、いや、てか。恩師の首でも、ええぞ。ない。答えたのは S だった。少なくとも、俺らはいらん首は持ってない。ほうか。K が地蔵の首を地面に落とした。ドズン、と音がした。その瞬間、K の体が電気が走ったかのように、ビクン、と震えた。あれ、何、俺、寝てた。K は先ほどの自分の言動を、覚えてないのか。知るか。帰るぞ。S はそう言って、さっさと広場を抜け、階段を降りようとする。え、ちょ、待てって、何、説明しろよ。S の後を、慌てて K がついていく。僕はしばらくその場に留まって、ぼんやりと地面に落ちた地蔵の首を見つめていた。不思議と怖いという感情は、これっぽっちも湧いては来なかった。地蔵はまだ働くつもりだったのだろうか。人々の願いを叶えるために。そういえば、さっき地蔵を撫でた時に、僕は何も、願いを思い描いてなかった。僕はふと、思い至って、地蔵の首を持ち上げた。重い。すげえ重い。切断面を確認し、僕は地蔵の首を元通りの位置に置いた。そして撫でた。くっつけよう、くっつけよう。そっと手を離す。首は、また落ちたりはしなかった。そろそろと後ずさり、僕は二人を追いかけてその場を後にした。その後、しばらく経って、〇〇寺の地蔵が、首のない地蔵が取り壊されたらしいぞ。と、K から聞かされた。それって何体？とは、聞かないことにしておいた。